はい、こんばんは、なのかです。今回はですね、ちょっと雑談風になるかもしれないんですけども、大切なことをお伝えしたいなと思います。今回のテーマはですね、人間だもので生きていいっていうことなんですね。で、人間だものっていうのは、皆さんもご存知だと思うんですけども、人間だものっていうことですよ。もう人間だから感情がある、思いがある、いろんなことを想像したりもしてね。いろいろね、人間っていうことですよ。で、それで生きていいんです。で、私のこのチャンネルはですね、どういうことをお伝えしたくて一つ一つお話ししてるかというとですね、奈落の底に落ちないでくださいということなんです。どん底に自分を落とさないでくださいっていうことなんです。もう、どん底とか奈落の底で生きるっていうことは、私動画でもお話ししてますけども、自分がですね、もう一番辛いだけなんです。自分以外の人たちが辛いんじゃなくて、自分がですね、辛いんですよ。いや、もちろんね、自分があまりにもどん底で、あまりにもね、奈落の底に落ちてると、メンタルを病んでると、家族とか一番近い人たち、友達とかね、関わってる人たちも、何かしらね、ちょっと負担をかけちゃったりとか、心配させちゃったりとかしますよね。でもやっぱり何よりも一番辛いのは自分自身なんです。どん底に落ちる、メンタルを病みまくる、もう絶望しまくって泣いてばっかりいる、辛いんだって、私の人生はって思うっていうことは、自分がですね、辛いんですよ。それで、その辛いっていうのはメンタルだけじゃなくて、メンタルがずっと落ちっぱなしだと体までおかしくなってくるんですね。で、体までおかしくなると、またですね、さらにメンタルが病んじゃうんです。体調が悪いとメンタル病むんですよ。皆さんもそうですよね。皆さんもコメントいただいたりとかね、いろんなところで私の話してくださるときに、もう今ものすごく具合が悪くて、だからもう全然元気が出なくてっていう方がね、もうほとんどですよ。やっぱりね、私もそうでしたから、もう体調があまりにも良くなかったから辛くて、もうメンタルが病んでるっていう状況だったんですね。で、メンタルが病むとまた体調が悪くなる。もうね、負のスパイラルなんですよ。エンドレスにね、もうそれがぐる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 、もうそのね、良くない状況がね、永遠と続くっていうことなんです。だからですね、私がこのチャンネルで言ってるのは、どん底とか、もう奈落の底とか、もう絶望とか、もう私の人生は終わったんですとかね、もう私はあの人が許せなくて、もうどうしようもなくて、もうね、もう一生忘れません、あの人のことはとかですね、もうそこまでの感情的、そこまでのものすごいこうね、負の感情、あるいはですね、自責の念っていうね、パターンもありますよ。自分のことを責め続けてる人、私はあの時もうなんであんなことをしちゃったんだろうみたいな、だから他者に向けてのそういう感情と自分に向けての感情ね、いろいろあります。だからそういう感情をですね、ものすごく持ちすぎないでくださいっていうことなんです。私がお伝えしたいのは、人間だからそういう感情もあるんですよ。で、自分を責めちゃう気持ち、あの時私はなんてことをしちゃったんだろうとか、あの人ってなんでそんなことしたの私にとかね、そういう気持ちはあるんですよ、人間だから。でもなんです、でもそれをですね、普通程度に感じるだけにしといてくださいということなんです。それ以上に自分を貶めて、自分を絶望させて、自分を奈落の底に落とす、それはしないでくださいということなんです。だからそういうふうにならないために、こういうふうに考えてくださいとか、こういう時はこういうふうに捉えてくださいとか、こういうふうにね、ちょっとね、考え方を変えてみてくださいって、で、そういう人たちにはこういうふうに思ってみてくださいとかですね。で、あんまり想像しすぎないとか、心配しすぎない、不安を持ちすぎないでくださいとか。だから、気持ちを楽に持っていただけるように、自分を落とし込めないような考え方とか、物事の捉え方を私はお話ししてるわけなんです。だから、人間だから、いろんなことがありますよっていうのは、それ大前提なんですよ。だから人間だからいいんです。もういろいろね、考えたり、ちょっとショックだった、辛かった、あの人何なのとか、私ってダメだって、それはいいんですけど、それをですね、必要以上にっていうことなんです。必要以上に自分をもう本当に負の方向に持っていかないでください。そのためにはこういうふうに考えれば、そういうふうになれますよね。そのためにはこういうふうに物事を捉えてみてください。そしたらそこまでね、落ちなくて大丈夫ですよって、軽くなりませんかって、楽になるでしょっていうことをお話ししてるんです。
どうですか、私がね、なんかこう私の話し方でなんかこうもう措置方向に必ず行かなきゃいけないとかね、もう 100% ぐらいな勢いで、もう 100% すぐ今から軌道修正してもう人生を変えなきゃいけないんだ、なのかさんそう言ってるんだってね思われる方もいるかもしれないんですけどね、そうじゃないんです。私がこのチャンネルを始めた時もですね、こういうことにちょっと気づいた方がいいですよってね、ちょっと気づいてくださいっていうところが始まったんですね。皆さんいろんなことでちょっとね、思い込まされてますからとかね、ちょっと気づいてないところがあるんじゃないでしょうかって、私もそうだったからわかるんですよっていうことから始まったわけなんです。で、私も全然気づいてなかった時はものすごくどん底で奈落の底に落ちて絶望して、もう生き地獄でもう具合も悪くてもうすごかったんですよっていうことなんです。で、そういう状況っていうのは人間だもののその域を超えてるんですよ。人間だものっていうのは人間だからいろいろあるよねなんです。それをですね、さらにさらに自分を貶めて落とし込んで、もう奈落の底までドカーンとですね、もう本当にもうね、泣き明かす毎日、もう体も動かない、起き上がれないほどになってしまう、で脳みそもおかしくなっちゃって、もうオーバーヒートしちゃってですね、脳疲労がすごくて、もう本当にですね、とことんまで体も悪くしたんです。で、病院ばっかりも行ってました。で、薬も飲んでましたよ。で、もう本当に起き上がれない、もう辛くて辛くてっていうね。でもそれってですね、人間だものじゃないんですよ。それって人間だものをもう超えちゃってるんですよね。で、超えてる時っていうのは自分がものすごく地獄なんです。で、地獄からですね、どん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 さらにもっともっと地獄になるんですよ。だからそこから一刻も早く抜け出した方がいいんです。だから抜け出すための考え方とか捉え方を私が一つ一つの動画でお話ししてるわけなんですね。だからですね、どうか人間だもので生きていいんですっていうこともですね、どうか今回の動画でちょっと考えていただいたら少し楽になりませんか。いやー、なんか菜の花さんの動画をずっと見てると、あるいはね、悩み相談を受けてみて、ああ人生をね、こうやって切り替えるんだって分かっても、切り替えなきゃいけないんだみたいなですね、なんかそういうプレッシャーとか感じなくていいんですよ。切り替えなきゃいけないんだとか、自分は絶対的に幸せにならなきゃいけないんだとかね、もう菜の花さんがそう言うから、じゃあ私すぐ変わらなきゃいけないんだとか、そういうことじゃないんですよ。ヒントなんです。自分がものすごく落とし込む自分をですね、その一歩手前ぐらいでどうかここに気づいてくださいっていうことなんです。こういうふうにね、考えたら大丈夫なんですよっていうことなんですよ。そういうことを自分では気づいてないんですよ、どん底の時って。で、自分のことはもう一生懸命生きてるから私はってしか思ってないんですよ。私の何が悪いんですかとしか思ってないんですよ。いや、この人生が悪いとか、家族関係、家庭環境とか、あるいは友達とか恋人とか伴侶とか子供とか、ね、周りの状況が悪いんだっていうことなんです。周りが悪いから私はこんなに不幸なんだ。私は周りのせいでこんなに辛い思いをしてるんだ。ね、私の人生ってなんでこんな風なんだろう。あの人はすごく幸せそう。そこで他人をね、見ちゃって、他人と自分を比べる。あの人みたいに私は生まれたかった。あの人の人生とね、入れ替わりたいって他人を見て羨ましがる。そういう風になっちゃうんですよね。だからそういう風になると、本当にこう自分っていうものもまず嫌いになっちゃうし、自分の状況ももう本当に嫌悪でね、本当に憎しみまで持って恨みつらみになっちゃうんですよ。そうするとですね、何一つ自分にとっていいことが起きなくなっちゃうんですよ。それだけ辛い、それだけ泣いて、それだけもう絶望してるんだから、本当はですね、幸せになりたいんです。本当は笑っていたいんですよ。本当は楽になりたいんですよ。でもそこに気づいてないんです。私もそうだったんですよ。だから気づけばですね、どんどんですね、いい方向に行くんですね、人生って。だからその気づきをですね、どうか私のこの動画で何かしら気づいてくださいということでお話をしているわけなんです。だからですね、今回の動画でお伝えしたいのは、人間だものっていう範囲では全然ですね、悲しんだり、ちょっと落ち込んだり、なんかこう悩んでしまったり、なんか負のね、感情をちょっと思っちゃったり、なんか不安を感じたり、そういう負になっちゃってもいいんですよってことなんです。それは人間だものだからなんですよ。人間だからなんです。だからそこまでで何とかでもね、キープしといてくださいっていうことなんで、それ以上にもう奈落の底にドカーンと落ちないようにしといてくださいっていうことなんです。ある程度のここのいい状況、
時々は落ち込んだり、時々はもう嘆いたり、時々はもうショックを受けてもいいんですけど、それをですね、ものすごく自分の中でわーっとこう膨らませて、もうパニックを起こすような、もう私の人生やっぱりダメだみたいなこう叫びたくなるような、その感情的な感じでは生きないでくださいっていうことなんです。感情的にならない。客観視して冷静に俯瞰して物事を見てください。まあ、その他諸々ですね。ヒントをお話ししてるわけなんですよ。そして時々ですね、自分がちょっと落ち込んだり、なんか気分が落ちてるなって今日の私はあって、昨日までは、まあ、7日さんの動画をいろいろ見たりね、まあ、悩み相談も受けて、あ、なんか元気になった、よし、こういうふうに生きようと思ってたけど、なんかちょっと今日は何なんだろう、私ってね。そういう時って、それって人間だからなんですよ。人間だものなんです。だから、それはですね、そういう自分をですね、別に咎めたり、あ、私ダメだ、またこんな風になっちゃってるとかですね、そこでね、負を持ってこなくていいんです。そういう時は、あ、人間だものでいいんですよ。あ、私人間だから、まあ、時々はこうなるよね、またちょっとこうなっちゃってるけど、みたいなね。そこもちょっと明るく考えるんですよ。あ、またこういう風になっちゃってるな、私って、まあね、仕方ないわ、人間だからな、って。まあ、こうやって流す癖ですね。いい癖をつけていくっていうことなんです。一個一個で何か自分はダメなんだとかね、あ、私ってやっぱりダメだとか、もうすぐ何か責めるね、癖とかですね、負に考える癖、それは自分だけじゃなくて、誰かに対してもなんかすぐ負を感じちゃう。なんか文句言いたくなる、不平不満を言いたくなる、愚痴を言いたくなる。そういうことじゃないんですよ。ただ何かが起きて、ちょっと自分が人間だもの的になった時は、ああ、まあ、こういう風にまたなったなぁぐらいにね、流すっていうか、そこでちょっと浸ってもいいんですよ、ちょこっとはね。で、ちょこっと浸ったら、その浸ってる時に、私今浸ってるわってちゃんと自覚をしてください。それ他の動画でも言ってるんですよ。私なんか今ちょっと悲しくなっちゃってる。私今なんか泣いてる。そうやってですね、自分を客観視するんですよ。その客観視する癖をつけとけば、泣いてもいいんです。だって客観視できてるから。あ、今私泣いてるわって。それをですね、客観視できなかったらずっと泣きっぱなしになっちゃうんですよ。もう私は辛いわって、私の人生はってなっちゃうから、もうそれはどん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 負のね、スパイラルがまた始まっちゃってですね、始まるというかずっと続きっぱなしですよ。だからずっと泣いたりずっと負を考えてると、奈落の底にどん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 向かって落ちていくだけなんですよね。だからもう何か時々あった時は、ああ、人間だからまあこういう風にまた私もなってるわぐらいに、客観視してあっさりと自分をね、見つめてください。そうするとね、もうすぐまたね、浮上できますから。あ、今こういう風になってる私、ね、こういう風になってるって自覚ができるから、あ、これ1時間ぐらいちょっと浸ろうかなってね、逆にね、浸ろうかなと思っちゃっていいんですよ。1時間ぐらいちょっとね、しんみりしちゃおうかなって。なんかね、こう、しんみりする音楽でもかけて余計ね、ちょっと浸っちゃおうかなってね。で、浸っちゃったら、まあ1時間ぐらい経ったら、よし、もう十分浸ったから、よし、もう気分切り替えて美味しいもんでもちょっと食べようかなって冷蔵庫を開けてみるとかですね。あ、ちょっと YouTube でなんかこうね、楽しい動画でも見ようかなとか、もうそうやって切り替えるっていうことなんですよ。だから時々は自分が人間だもの的なことになっても、それは許していいんです。許すというか認めてあげていいんですよ。人間だからねって。で、そこでまたですね、真面目に考えなくていいんですよ。ど真面目に考えないでください。悩みがちの方ってものすごく真面目なんです。そしてなんか、すごく正義感とかですね、こうあるべきだってね、思っちゃってる方なんです。まあ、それ私もそうだったんで、完璧主義とかね、なんかこうね、ちゃんとしなきゃいけないんだとかね、なんかものすごくね、いい人間みたいな、まあ、私はいいね、人間でいなきゃいけないんだ、みたいなですね。だからやっぱり他人を見た時に、あの人って良くないわ、あの人なんでそういうことやってるんだろうって、なんかこう人をね批判したくなっちゃったりとか、だからそういうのも全部自分がただ好かれるだけなのにやっちゃうわけなんですね。だからそういうことも私が動画一つ一つでお話ししてますんで、どうか本当にね、軽くなるように何か役立ててください。まあ、そういうことで、もう本当にですね、あんまりですね、深刻にですね、生きなくていいっていうことなんです。深刻に、ど真面目に生きなくていいんです。まあ私も本当にど真面目人間だったんですよ。こんな風ですけどね、今はね。
だからですね、もう本当にもっとね気楽に生きていいんです。でもね、気楽にっていうとなんかね良くないことにね捉える方がいらっしゃるんです。やっぱりすごく真面目に生きてきて、すごく物事にねものすごくこうね向き合って、いやこれってこうだってこう一生懸命そのことを考えたりとかね、で善か悪かとかね、こうあるべきだとか、もうとにかくそういうふうにすっごくちゃんと生きてきた人に限ってものすごく悩みやすいんですよ。だから明らかんとしていいんです。全然大丈夫なんです。そこの自分をちょっと緩めてください。緩めても全然それは悪いことじゃないんですよ。自分が楽になるし、周りの人にも負担をかけなくなるんです。自分が明るくなって楽に生きて人生を楽しんで生きるようになったら、自分自身もすごくいい状況になるし、メンタルもいい状況で体調も良くなっていくし、そうすると周りの人たちも、ね、余計な心配をかけなくていいとか負担をかけなくていいから、なんか周りの人もね自分に対してすごくねなんかこう扱いやすくなった、関わりやすくなったということでね、全てがいい方向に行くんですよ。だから自分が自分を苦しめてることで自分が一番苦しんで、周りもそのねそれがこう波及していくっていうことなんですよね。どうでしたでしょうか。とにかくですね、人間だものっていうことをねまずは心に置いてください。その人間だものをそれ以上に下にですね加工させないっていうことです。落ち込ませない、自分を落とし込めない、ここまで人間だもののレベルで抑えとくっていうことです。で、抑えるのは私の動画を一つ一つ見ていただければ、あ、この時はこういうふうに考えればいいんだ、でそこで抑えられます。それ以上に辛い方向に持っていかなくて大丈夫です。そしてそれがですね具体的なことがわからないときは個別の悩み相談に来てくださいということですね。まあ、そういうお話でした。で、こういうふうにね話している私もですね、神様じゃないですからね、 100% 全てがですねもうバッチリなわけじゃないんですよ。本当に動画で時々お話ししてますように、私もまだまだ日々精進してます。まだ私が気づいてなかったこと、自分の人生で、あ、ここはこういうふうに生きた方が良かったんだ、こういうふうに考えた方が良かったんだっていうことを本当にですね定期的にね、いろんな出来事とかいろんな人間関係で気づかされてます。まだ未だに。そうすると、ああ、こういうふうに生きれば良かったんだって、一つまた新しいことがね分かって、今までの自分だったらちょっとなんかここ引っかかってて、いや私ちゃんと今いい生き方してるはずなんだけど、ここ何なんだろうなって、なんかちょっとね引っかかってたことがあるときに、その答えがまたちゃんと出てくるわけなんですよ。でもそれはですね、気づく癖をつけてた人がっていうことです。気づく癖をつけていると、ああこういうことだったんだって、ちゃんと答えが目の前に現れるっていうことなんです。過去の私ですね、そのどん底で嘆いてばっかり泣いてばっかりいた時の私はですね、もちろんね気づくとか、そういう気づく気づかないということも知らない、もうただ嘆いてばっかり泣いてばっかりだったんで、その時は何もですね起きないわけなんです。何も起きないっていうのは、何かはもちろん起きるんですよ。出来事は起きるけど、その起きたことで自分が何も感じてないんですよ。いい方向にですよ、いい方向に感じてないんです。全部負に捉えてたんです。なんかまた私の人生に起きた、何なのこれっていうね、もう全部負ですよ。だから全部ダメージでした。で、全部もう私はもうやっぱりダメだっていうね、自分を責めたり、もう自分の人生に嘆いたり、全部が負でした。でもそこから徐々に抜け出せて人生が変わっていった時には、あ、これってこういうことだったんだなって気づくことができてきて、その癖がついてくるんですよ。で、癖がついたら、どんどんまた気づけた。あ、こういうことにまた気づけた。またこういう出来事が起きて、この出来事って私にこういうことをまた教えてくれたっていうことが分かるようになるんです。もうそうすると、どんどんですね、もう負のスパイラルじゃなくて、逆のですね、いい方のスパイラルがどんどんですね、もうね、広がって繰り返されて、もう本当にですね、わあ、もう人生ってなんかすごいなって、人生ってこういうね、なんか仕組みというかね、なんかからくりだったんだなっていうのがもうね実感できて、体験できて、いやー、もう感動でしかなくなるんですね。だから気づくっていうことは自分にとって本当にめちゃくちゃいいことなんですよ。でも気づくことを拒絶している人、昔の私みたいに、いやもう気づくなんて全然知らないし、いや気づくなんて何なのって、いやだって私こんなに辛いんだからって、そういうふうにばっかり考えてもう生きてる時っていうのはもう何もいいことが起きないんですね。だから私の動画を一つ一つ見ていただいて、あ、こういうふうに考えればいいんだなってちょっと気づいていただく癖をつけてくださいっていうことなんです。
それはご本人にとってめちゃくちゃいい方向に人生が転換していける、そのね、あのきっかけになることなんですよ。そしてですね、あの動画もね、もちろん見ていただきたいんですけど、いつも言ってるように、いや、私のじゃあ自分の人生のあの時のあれはどう考えたらいいんですかっていうね、その具体性な話っていうのはですね、あの悩み相談でやってますので、個別の方ですね、そちらに来てください。そしたら私がじっくりね、今までの人生をお聞きしてですね、一つ一つに対してあのアドバイスをねさせていただいてますので、そうすると、あの時のあのことってこういうふうに考えればいいんだなって、もうね、腑に落ちていただいたり、理解をねしていただけると思います。ですので、個別の悩み相談をね受けてみたいと思われる方は、概要欄に公式 LINE の URL がありますのでね、まあ、公式 LINE の方にあのお越しください。で、あの LINE の方はですね、なんか今規約の方で同意っていうのを押さないとね、あの11月から使えないようになるとか、そういうね、あのなんか情報もありますので、まあ、そういうことを発信している私の動画もありますので、そちらもちょっと見てみてね、あの確認の方をしといてください。まあ、そういうことでした。ではですね、本当に皆さん人間だものっていうことでね、まあ、生きてください。私もそうやって生きてますので、では今回もありがとうございました。